スノーマン、メグロハス、平野仕様の後釜としての最大の試練が迫る。から TBS ドラマ、トリリオンゲーム、で新たなスター誕生かから、2023年、キングプリンスの平野仕様が退場し、その後釜に選ばれたのは、スノーマンのメグロレン。彼は、サイレント。 での演技によって一躍注目を集め、地なるスターとしての期待がかかる存在となった。しかし、その一方で彼が抱える問題や疑念も浮上している。本校では、メグロハスが果たすべき最大の試練に焦点を当て、彼のこれからに迫ります。背景、ヒラの仕様の後釜として、ヒラの仕様は、キングプリンスの中心的メンバーであり、退場によって、スノーマン、 が、その穴を埋めることは容易ではない。メグロハスは、平野の後釜として、そのスポットライトを浴びることとなる。一体、平野の愛され力に匹敵することはできるのか、それとも新たな魅力を見せつけることができるのか。その答えは、彼が主演を務める TBS ドラマ、トリリオンゲーム、で問われることになる。メグロハスの素顔と課題、サイレント。 での注目作年、メグロハスはフジテレビ系のドラマ、サイレントでヒロインの相手役として出演し、一気に知名度を上げた。このドラマは彼にとってのブレイクのきっかけとなり、その演技力が高く評価された。しかし、この成功が単なる幸運で終わるのか、それとも本物の実力派俳優としての一歩となるのか、トリリオンゲームでの主演にかかっている。 平野仕様との比較一方で、メグロハスには平野仕様が持っていた愛され力が不足しているのではないかとの疑念も広がっている。平野はその気取らず、天然なキャラクターで老若男女から指示を受けたが、メグロは透かしているとの評価がある。これは彼がメンバーとしてのコミュニケーションやファンとの距離感において、平野に及ばない面がある可能性を示唆している。 問題一個たちの影響をまた、スノーマン自体が問題一個とされることがあり、その中で目立つ存在となってしまったメグロもまた、問題一個たちの影響を受けてしまったのかもしれない。ファンを殴り、重傷を負わせたメンバーがいる中で、メグロの振る舞いにも疑問符がつく。これが後釜として期待される彼にとって、大きな試練となることは否めまい。 トリリオンゲームの舞台裏主演ドラマでの進化の試練7月期の TBS ドラマ、トリリオンゲームは、メグロハスにとっての大きな試練となるだろう。これまでの相手役から一転して主演を務め、その演技力や引き立てる力が本物かどうかが問われる。芸能記者の話によれば、 ここでこけるようなことがあれば、平野の退により棚ボタで舞い込んできた次世代エースの看板もお預けとなるでしょう。という厳しい意見もある。ドラマの内容と期待、トリリオンゲームはどのような作品なのか。ドラマの内容やメグロハスが演じるキャラクターに期待が寄せられている。主演作品としての成功は、 単なる俳優としての成功に止まらず、アイドルとしての地位を確固たるものとする上で重要な要素となるだろう。ファンや業界の反応ファンからの期待と不安ファンたちは新たなエースとしてのメグロハスに期待と不安を抱いている。平野仕様のファンからは、平野の後釜としての期待が大きすぎる、という声も聞かれる一方で、新たな魅力が見れるかもしれない。 期待を寄せるファンも多い彼のファンベースが彼にどれだけの支持を示すのかが注目される。芸能界の視点芸能界からはメグロハスに対する賛否両論が巻き起こっている。一部の週刊誌ではメグロの性格に疑問符をつけ、彼に平野のような広く愛されるキャラクターが備わっているかどうかが焦点となっている。 一方で、新しい風を起こす存在として期待する声もある。スノーマンのメグロハスが平野仕様の後釜として迎える最大の試練が、7月期の TBS ドラマ、トリリオンゲームで待ち受けている。その結果が、彼がアイドルとしての地位を固めるかどうかに大きな影響を与えることは間違いない。ファンの期待と業界の注目が高まる中、 メグロハスがどのような成果を上げ、平野の仕様の後釜としての期待に応えるのか、今後の動向が注目される。